あの人の現在、道端ジェシカの現在、子供の父親についても衝撃事実が。モデルとして活躍している道端ジェシカさん、道端三姉妹として有名ですが、最近は三人姉妹ともどもあまり見かけない気がしますね。そんな道端三姉妹の中のジェシカさんの現在はどんな活動をしているのでしょうか。結婚もしてましたけど離婚もしていて、子供の父親についても衝撃事実があるということで気になります。ということで、道端ジェシカさんのプロフィールから現在の様子、子供の父親についての衝撃事実などまとめてご紹介します。子供の父親は、道端ジェシカさんは2014年に F1 ドライバーだったジェイソン・バトンさんと結婚されました。馴れ初めは2006年にイタリアで開催された F1 モナコグランプリで、道端ジェシカさんがジェイソン・バトンさんにインタビューしたことが出会いのきっかけということ。この時はジェイソン・バトンさんにすでに恋人がいたので交際には発展してませんが、その2年後の2008年にジェイソン・バトンさんが仕事で来日し再会。その後交際に発展し、熱愛をスクープもされてましたね。ということで、幸せな結婚かと思われましたが、結婚1年で離婚しています。この原因は生活のすれ違いということで、結婚した後も道端ジェシカさんは日本で母親と一緒に暮らしていたんですよね。ジェイソン・バトンさんは F1 ドライバーとして世界各地を転々としていますし、そりゃすれ違いますよね。お互いにそれぞれ恋人がいたなんて報道もあったぐらいなので、やっぱり遠距離結婚はうまくいかないということでしょう。で、離婚したわけですが、2人の間に子供は生まれていません。その後2017年7月にインスタで妊娠を報告した道端ジェシカさん、10月21日にはロサンゼルスで女の子を出産したことをインスタで報告。名前はジョイちゃんということですが、相手の男性については報告していませんでした。しかし日本人ではない、そしてアメリカロサンゼルス在住のハリウッド映画プロデューサーということは明かされていて、子供の父親はケンカオさんで間違いないと言われています。このケンカオさんですが、現在45歳で台湾系アメリカ人になります。実はケンカオさんの父親はアメリカ GPS 機器メーカー老舗のガーミンの共同創業者であるミンカオさんなんですよね。父親の個人資産は2017年7月時点で約3284億円とめちゃくちゃ金持ちなんです。もちろん父親がお金持ちってだけじゃなくて、ケンカオさん自身もプロデューサーとして成功していますけどね。ケンカオさんと道端ジェシカさんは一緒にロサンゼルスで生活しているということですが、結婚はしていないんですよね。理由としては分かりませんが、海外だと事実婚をする人は日本よりも多いので籍を入れないという選択をした可能性もあります。お互い幸せなら夫婦の形はどんなものでもいいと思いますけどね。現在道端ジェシカさんですが、それほど芸能活動というかモデルという仕事もあまりしていないのが現在の様子ですね。ハワイやロサンゼルスで子育てをメインにしているようで、たまにインスタライブなどをしてるって感じです。事実婚のケンカオさんがお金持ちなので、働かなくても生活できるでしょうが、幸せそうで何よりです。日本と海外と行き来したりして充実した生活を送っているようですし、問題ないでしょう。現在でもスタイルは抜群ですし、綺麗な女性ということに変わりありませんね。また三姉妹で活躍してほしい気持ちもありますが、応援しています。